それではメインレース第44回敗戦以降記念の本馬場入場です。 S2 距離1600メートルの出走馬をご紹介いたします。1番アイキャンデイ、馬体重494キロマイナス5、的場文雄騎手54キロ。2番ラピッド嵐、482キロプラス5、真島大輔騎手55キロ。3番リュートフェアリー、464キロマイナス3、山田信弘騎手54キロ。4番メッシ、491キロマイナス1、加藤和弘騎手55キロ。5番ネオビバリー、463キロマイナス2、安藤陽一騎手55キロ。6番ルフトライネン、483キロプラス6、重田健一騎手55キロ。7番ドラゴンシップ、481キロプラス1、三鴨典文騎手54キロ。8番ミラクルパンチ、476キロプラス4、脇田はじめ騎手55キロ。9番お姉ちゃん、439キロプラス2、山崎誠二騎手54キロ。10番ローレンカフェ、468キロプラス3、矢野孝之騎手55キロ。11番ダイヤモンドダンス、477キロプラス3、酒井秀光騎手55キロ。12番ガトリング、487キロマイナス3、戸崎啓太騎手55キロ。13番ピークハンター、461キロマイナス1、三浦康生騎手55キロ。14番つくばワン、502キロプラス1、張田隆騎手55キロ。15番オゼキング、470キロプラス6、森大斗騎手55キロ。以上15頭です。それでは吉田さんに返し馬を解説していただきましょう。今日は馬場までの開催です。天候は曇りです。まずは12番のガトリング、いかがですか。馬場に出てきてだいぶ気合も、ね、乗ってましたけども、まあ、大きなフットワークで、ね、動きは軽いですね。2番のラピッド嵐はいかがでしょう、はい、こちらも気合もいいですしね、気合も良かったですね。はい、メインレースは未来優秀2011第44回敗戦以降記念 S2 です。それではオッズをご覧ください。以上オッズをご覧いただきました。それでは敗戦以降記念の追い切り VTR を吉田さんに解説していただきます。まずはアイキャンディーですね、はい、まあ、単走から5波から行きましてね、はい、まあ、最後はね、まあ、ちょっと気合をつけた程度ですけれども、うん、まあ、この前もう1週前にもねこのぐらいの時計で行ってますから、はい、乗り込みも十分ですし、まあ、これぐらいでもう、まあ、十分すぎるほどの稽古だとは思います。はい、続いてドラゴンシップです。慌てまで行きましてね、終始、まあ、外で余裕のある手応えですよね。はい、うん、まあ、デビュー以来、まあ、今回が一番いいかなっていう感じもしますね。うん、楽しみですね。そしてミラクルパンチです、はい、まあ、こちらもね、合わせまで行って、まあ、しまい少しね、まあ、時計は要しましたけどね、はい、まあ、この馬としてはまずではないでしょうか。うん、ダイヤモンドダンスですが、いかがでしょうか。これも合わせまで、5波から行って、外に合わせてですね、はい、まあ、同じレースに出ているオゼキングと合わせているわけですけれども、はい、まあ、いっぱいに、まあ、この辺りから追いやってね、まあ、きっちり最後はちょっと先着していますからね、はい、そして続いてはピークハンターですね、はい、まあ、相手も稽古は動くコアですけれどもね、まあ、そういう意味でちょっと足用的には身を取っていますけれども、はい、まあ、この馬としては十分動いていますね、はい、仕上がりはいいと思います、うん。そしてつくばワンですね、はい、まあ、先ほどの、ね、まあ、合わせ馬ですけど、まあ、この辺からステッキが入って、まあ、追い出すと、まあ、一気にこう伸びてきましたよね、うん、まあ、引き離したように、まあ、
まだまだね、まあ、良くなる余地のある馬だと思いますね。はい、続いてオゼキングです。まあ、先ほどの、ね、ダイヤモンドスタンスと、まあ、追い合って、まあ、最後はねちょっと、まあ、遅れはしましたけれども、まあ、この馬としてはもう十分に、動いていますし、まあ、言い合わせもできたと思います。はい、そして追い切りタイムを確認しておきましょう。まずは1番のアイキャンデーから5番のネオビバディまでですが、まあ、アイキャンディーはですね、はい、先ほどもしましたけども乗り込み十分ですし、まあ、ラピッド嵐も、ここをね前走目標にきっちり乗り込まれて、まあ、さらに調子は上がっている感じですね。はい、まあ、リュートフェアリーは感覚がないので、まあ、これでまあ十分でしょうし、はい、まあ、メッシー、ネオビバディともに、この馬としてはね、まあ、十分に動いていると思います。はい、そして6番のドゥフトライネンから10番のローレンカフェまでですが、いかがでしょうか。そうですね、ドゥフトライネンも、まあ、少し、まあ、時計自体はそう目立ちませんけれどもね、長めから行って動きは良かったですし、そうですね、まあ、ドラゴン、ミラクルは先ほどの映像通り、まあ、動きは悪くありません。まあ、お姉ちゃんもこの馬なりにはね、いい動きですし、調子は上がっている感じですね。はい、まあ、ローレンカフェも順調でしょう。はい、そして11番のダイヤモンドダンスから15番のオゼキングですが、まあ、ダイヤモンドダンスガトリングともね、まあ、ビッグピークハンター、まあ、先ほどの映像通り、まあ、有効でしたし、まあ、スコア版もいい伸び足でしたね。はい、まあ、オゼキングもこの周りに好調だと思います。はい、上杯成功記念の追い切りタイムを確認しました。続いては吉田さんにハイセイコー記念の改名を発表していただきましょう。よろしくお願いします。こちらですね。はい、3連複のボックスで1、2、7、11、12、ね、はい、まあ、ハイセイコー上位組は、まあ、着順が入れ替わってもおかしくはないのではないかなとは思っているんですけれども、まあ、それにあと、まあ、未知の魅力ではやはりガトリングが一番かなと思いますね。まあ、ただ、まあ、まあ一気に相手上がりましたしね、はい、まあ、スタートにちょっと不安がありますから、まあ、だいぶ人気集めていますからね、はい、まあ、これほど集めていいのかなという感じはしないではないんですけれども、まあ、ただこの敗成功組を破る可能性のある馬はやはりガトリングが一番かなという感じはしますね。なるほど。そして11番のダイヤモンドダンスも挙げていただいていますが、はい、これはどんなところがいいですか。ダイヤモンドダンス、この馬はもう馬体もいいですし、はい、こうデビュー当時からですね、まあ、かなり評判になっていた馬なんですけれども、はい、まあ、なかなかレースで今までまだ勝ち裏がないように結果は出せていないんですけれどもね、はい、まあ、前走は結構外回っていいレース内容でしたし、まあ、同じようにこうスムーズに流れに乗ったこう競馬でね、末脚を生かせれば、まあ、距離はいくら伸びても問題ないと思いますから、はい、まあ、一皮むければ、まあ、ちょっと目覚めればこの馬にもチャンスは十分あると思います。そして12番のガトリングも気になるとおっしゃっていましたが、やはりそれでこの人気を見てみますと、人気を分けているのが1番のアイキャンデイですね。そうですね、まあ、ただ先ほども少し申しましたけれども、ちょっと脆さが同居しているところもあるので、まあ、その辺ですよね。まあ、あまりここ典型的な逃げ馬というかね、そういうのがいないのでね、はい、まあ、的場騎手がどう乗るかですけれども、早くはならないと思うので、的場騎手を思い切っていった方がいいかなという感じは しますけれどもね。なるほど。展開としてはどのようになると予想されますか。そうですね、まあ、私は的場騎手に行ってほしいと思っては、はい、まあ、一応本命にしたわけですけれども、まあ、ただそれほどダッシュ力が速いっていうわけではありませんからね、その辺ちょっと、はい、まあ、的場騎手が、うちで包まれるような展開になるとちょっと不安はありますけれどもね、強気に、自分でペースを作っていってくれないかなとは思っているのですが、はい、人気も見ていても何か気になるところとかありますかね。いや、ガトリングが随分人気になっているなという感じですけれども ね。確かにこう馬体とかね、見ても引けは取りませんし、はい、まあ、
十分戦えるとは思いますけどね、まあ、ただ、まあ、今回初めてきつい競馬するわけですからね、はい、まあ、力出し切れるかどうかが一つポイントだとは思いますけど、はい、ありがとうございます。メインレース未来優秀2011第44回ハイセイコー記念 S2 開名を発表していただきました。ありがとうございました。それではここで紋別の10レース苫小牧さん北旗街特別を VTR でご覧いただきますが、発走直前の人気をご紹介します。1番人気は3番のカラータイマー、単勝 1.4 倍、そして2番人気は12番のボムガールで単勝 4.4 倍となっていました。それではそのレース VTR でどうぞ。スタートしました。いやばらけましてカラータイマーを遅れました。カラータイマー最後方からの競馬になっています。先行争いですがボムガール内から2番のナモンミライ行きました。あと2馬身から3馬身差、ノイエジール3番手 1000m 通過、1馬身差で10番のアズマアンビシャスです。3、4馬身切れまして黄色い帽子はノースポール、内を進んでは4番の時のナイスが追走しております。外からカラータイマー上がっていきました。前の方に行きます。中段位置のポジションにエンジェルシェア、残り800の標識を通過、2馬身差コナンインプレス、内を進んでは9番のマスクライン、大きく遅れまして1番のキャニオンピクシーとアデ姿、第3コーナーに各馬入っております。縦に長くなっています。3、4コーナー中間地点、先頭のナモンミライリードは1馬身キープ、2番手ボムガール、4コーナーカーブ手前、あとは2馬身差ノイエジール3番手、ノイエジール3番手、カラータイマー4番手に上がってきて400の標識を通過、その内を進んでアズマアンビシャス、4コーナーカーブから直線コースへ向いてまいります。さあ先頭はカラータイマーです。カラータイマーまだ持ったままだ。カラータイマーまだ持ったまま、内並んでノイエジール200の標識を通過、2番のナモンミライ3番手、外から懸命にエンジェルシェア、あるいはアズマアンビシャス、しかし先頭はカラータイマー強い。2番手争いが接戦となって外からエンジェルシェア、先頭カラータイマーゴールイン、なんと最後まで持ったままでした。紋別の10レース苫小牧さん北旗街特別を VTR でご覧いただきました。それでは石田さん、レースを振り返っていただけますか。はい、まあ、4番のね、まあ、メッシの逃げをもう早めに、4コーナー、手前でね、はい、ドラゴンシップが馬なりでもう抑えきれない手応えでかわして転倒ですね、うん、これをマークしてラドミンが外から来まして、マットバキシはね、うちで始める頃はちょっと売り上げ変えていった感じですけど、うちで我慢して、はい、直線もよく伸びてきましたけれどもね、まあ、早めに先頭に立ってドラゴンシップ今日はそのまま押し切りましたね、まあ、ダイヤモンドダンスもね最後、まあ、前回のように追い込んできましたけれどもね、やはりもう一息ちょっと惜しかったですけどね。はい、そして締め切り直前のオッズではこのまま確定しますと普通馬服が1番7番で 11.4 倍、馬単が7番失礼しました馬単7番1番で 28.3 倍、三連複が1番7番11番で 34.1 倍、三連単が7番1番11番で 173.8 倍となっています。